新雪、新雪、新雪、先週、1978年11月13日体は、中国、ハルビン出身の女子フィギュアスケート選手、コーチ。2010年バンクーバー後、我が根メダリスト、2002年ソルトレイクシティゴーリン及び2006年、トリノゴーリン同メダリスト。2002年、2003年、2007年世界、フィギュアスケート選手権優勝。パートナーは、 夫の長広志博。コーチの勧めでペアに転校、その後1992年から長広志博とペア競技に取り組み、1997年頃から頭角を表し長野オリンピックでは初出場でありながら5位という好成績を収めた。1999年世界選手権では中国のペアとして初めて世界選手権のメダルを獲得した。 2001から2002シーズン、ソルトレークシティオリンピックでは、いつ史上初の4回転スロージャンプに挑戦、新雪は着氷に成功したかに見えたが直後に、ブレードが滑って、転倒、4回転スロージャンプの成功認定はならず、銅メダル獲得となった。その後の世界選手権では、中国のペアとして、初めて優勝した。2002から2003シーズン、 グランプリファイナルを除くすべての大会で優勝を果たした。世界選手権では SP でサイドバイサイドのスピンでバランスを崩しにとなったが FS の公式練習で4回転数ジャンプで足首を負傷し痛み止めを打ち演技に臨んだ。ノーミスでスタンディングオベーションを起こし世界選手権に連覇を果たした。2003から2004シーズン グランプリシリーズの採点方式が新採点方式に移行。スケートカナダではタチアナ・トトミア・ニナ・マキシム・マリニン組に敗れ2位となるが、当シーズンより ISU グランプリシリーズに組み込まれた中国杯では優勝。グランプリファイナルではスケートカナダで敗れたトトミア・ニナ・マリニン組1 8 7 8の大差をつけ3度目の優勝。世界選手権の SP では 超広志博がソロジャンプで点灯し4位。FS では前年に引き続きスタンディングオベーションを起こし1位。最後の6点満点方式を採用となった大会で技術点で2個、芸術点では10個の6.0を獲得した。2004から2005シーズン、スケートカナダ、エリック・ボンパール杯、ロシア杯とグランプリシリーズは全勝。グランプリファイナルも優勝し、この四戦は、 SP、FS を通じ完全優勝を果たした。4大陸選手権の練習時に、長広志博が、左足のアキレス腱を痛め危険した。怪我が治らないまま出場した。世界選手権では、SP3 位となった。FS の6分練習には姿を見せたが、演技を行わず危険をした。2005から2006シーズン、長広志博が8月に、アキレス腱断裂の重傷を負い、 練習に復帰できたのは11月だったため、グランプリシリーズの欠場を余儀なくされた。トリノオリンピックでは、金メダル候補と思われていたが、長年のライバルだった、ロシアのトトミアニナ、マリニン組、後輩である中国のチョウタン、チョウヒロシ組に敗れ、念願であったオリンピックでの金メダル獲得は、ならなかった。二千六から二千七シーズン、出場したすべての大会で、SP、 FS を通じて完全優勝した。世界選手権の FS の演技終了後に、超広志博からプロポーズを受ける一幕もあった。2007から2008シーズンにより、競技会には出場せず、アイスショーを中心に活動していたが2009から2010シーズン ISU グランプリシリーズで国際大会に復帰した。中国杯、スケートアメリカと優勝する。 ナオコの優勝でボフロスとズキを含め、グランプリシリーズ7大会を制した初めての選手となった。グランプリファイナルでは、自らが持つ国際スケート連盟主催大会スコアの最高記録を塗り替え、史上最多6回目の優勝を果たした。バンクーバーオリンピックでは、SP76.66 点、FS139.91 点、合計216.57点という、 パーソナルベストを記録し、ロシア勢の13連覇を阻んで金メダルを獲得した。2010年2月に現役引退を発表した。2010年8月に自らが主催したアーティストリー・オン・アイスで海外のスケーターも招き、結婚式を行った。2013年9月3日、第1子となる女児が誕生した。現在はコーチとして活躍しており、今日の中国ペアで、 トップクラスの4組を指導している。新雪と超広志博が恋人の関係にあるのではないかという推測はソルトレークシティオリンピックの前後から根強いものがあった。一方、本人は常にその種の質問を煙に巻いていた。しかし2007年の世界選手権においてフリー演技が終了した直後、超広志博は表情で去りゆきに結婚を申し込んだ。ところが、 猿雪は自分が結婚を申し込まれたことをこの時認識できておらず、超広志博のロマンチックなプランは空振りに終わった。結局、超広志博は会場からホテルに戻る途中で改めて猿雪に休婚し、猿雪もこれを心よく受け入れた。二人はその約二ヶ月後の2007年5月28日に結婚した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。